正確にね、そう捉えてるというか。しかもそれ生身なんで、うん、ヒューマニズムというか、その、そう人間さも加えられるという。そうですよね。プラスで。そう。余計な力がないんですよ。これが、一番むずいんですよ。そう。それのやつと思いますけど。この番組は、今日のスポンサーのテーションだ！プロプレスボース。さあさあさあ。先生、今日もお願いします。はい。あ、皆さんどうも、こんにちは。マイスクリーム講師のデスノニーサマホーンと、はい、ボイスドクターのリーです。はい、よろしくお願いいたします。先生、今日は、はい、あの、大好評だと思うんですけど、うんうんうん、ボーカリスト、解析シリーズやっていきたいと思います。今日誰行きましょうかね。今日はですね、あの、女性のアーティストさん、はい、取り上げさせていただきたいなと、思っておりまして、はい、じゃあ、今度バトン渡します、はい。今日は誰ですか、先生。はい。みんな大好きな。はい。はい、今をときめく YOASOBI のボーカルの生田リラさんです。おお、ときめきまくってますね。ね、そうなんですよね。はい、生田リラさん、うん、もう記憶に新しいところで言うと、うん、アイドルとか、アイドルね。ていうかまああの世界中で人気ですから。いや、そうですよ。はい、ていうかもう最近の人ですよ。もうね、なんならめちゃくちゃね、夜にかけるの頃から、そう、なんならそうなんですよ。記憶に新しいどころかですよ。そうもうニューカマーもニューカマーというかですね、もう話題を沸騰させまくってる。はいはい、今日はそんな生田リラさんのボーカルに関して、はい、この声帯の専門家と、はい、ボイストレーナーの私のもう超マニアックな、うん、ならではの視点でお送りしてまいりたいと思いますので。やっていきましょう。まあファンの方はもちろんですけど、うん、ボイトレ頑張ってる人とか歌好きな方の参考にも絶対なると思うので、はい、最後までぜひご覧いただければ嬉しいですと、はい、このチャンネルではこんな感じでボイトレ関係のお話とか、日々リアクション動画とか、いろんな音楽関係の動画配信してますんで、まだチャンネル登録お済みでない方はぜひよろしくお願いします。先生もチャンネルやってるんで、概要欄からぜひチェックお願いします。はい、じゃあ本編いっちゃいましょう。さあ、じゃあいっちゃいましょうか。いっちゃいましょう。もう、はい、気になってること皆さんいっぱいありますから。ね。で、この解析シリーズは、うん、基本的に、その人の、それをさせていただく方の、うん、特徴を項目にをいくつかこう細分化して、テーマごとに紹介させていただくことが多いんですけど、はい、今回もそんな感じでお送りしていきたいと思っていて、はい、今日は項目いくつあるんですか、先生。今日はね、まあ大まかには2つですね。あー、いいですね。ちょっとコンパクトにこう、今日は。いっぱい喋りますけど。喋りますけどね。はい、二つにまとめていただいということで、はい、じゃあちょっと早速その一つ目からお送りしたいなと思うんですけれども、ね、お願いしていいですか。まず一つ目ですね、はい、生身のボーカロイドです。はい、いいキャッチフレーズだ。まあでもいいよね、本当にね、これいいっすね。はい、まあというのも、はい、この生田リラさんっていうのは、はい、このリズム感だとかこのピッチ感めちゃくちゃいいんですよ。やばいですよね。はい、これやばいのよ。油断したらこれ本当にボーカロイドが歌ってるね、それぐらいもう難易度もめちゃくちゃ高いし、わかります、はい、めちゃくちゃわかります。そうなんですよ。なんか生地ボーカロイドも今リアルじゃないですか。まあそうですよね。普通の人の声みたいになってきてるから、それもあって、その、両サイドから、にじり寄ってるから、生田リラさんの声も、ほら、どっちみたいな、下手したらなっちゃうみたいな。でもこれやっぱり、その、まあ、歌声というか、その歌手の歴史上っていうかですね、はい、まあ、ある種、まあ、ここ最近、また歌手の時代になってきて、めちゃわかります。これはね、ボーカロイドというのが、まあ、最初出てきた時は、はい、まあ、意見としてはもしかしたら歌手を滅ぼすかもしれないぐらいの AI かじゃないと、今のね、似てますけども。全然、はい、むしろね、この歌手の時代になってるんですよ。いいですね。はい、もう、ボーカロイドの、その、まあ、歌い方じゃないけど、特徴だったりというのが、はい、まあ、いいところもいっぱいあって、リズム感の良さとか、うん、ピッチの良さとか。絶対優しいですからね。そんな、そのいいところが、はい、その生身のね、その、まあ、生田リラさんっていうのは、はい、正確にね、そう捉えてるというか。しかもそれ生身なんで、うん、ヒューマニズムというか、その、人間さも加えられるという。そうですよね。プラスで、そう。いける。やろうと思えばね。だからその楽曲の、その、まあ、速さとか、はい、その、世界観。はい。めちゃくちゃ合ってますよね。いや、そうですよね。こういう曲なかったから、今。いや、そうなのよ、ね。そうなのよ。なんか、感情の動き方が、うんうん、なんか、独自。そうなんですよ。な感じします。これだから、リズム感がめちゃくちゃいいし、うん、ピッチもいいんで、うん、淡々としてる。そう。ですけど、そう。でも、そこに、人の、この声帯がね、うん、しか作ることができない、もう、独特の倍音があるんですよね。そうですね。これはもうね、申し訳ないんですけど、うん、このボーカロイドでは出せない倍音があるんですよ。はぁ、ね。じゃあそれがやっぱその人間を、その、シンパシーというか、そう。温かみを感じるんでしょうね。これはもう聴覚で僕らはやっぱりわかるから、その、もうこれは、まあ、ロボットの声、ね。歴史だよ、歴史。そう。そこはね、これはね、もう基
回にはできないと。はいはいはい。まあだけどそのボーカロイドの正確さというのは、もう、すごいね。すごいね。刻まれてるというか。いいところ取りじゃないですか。いいとこ取りしてらっしゃるんですよ。すごいな。うん。それはなので多分、もうそれこそね、そのボーカロイド世代じゃないというとあれですけれども、はいはいはい、例えばその、非常にね、うん、まあその、昭和の音楽に慣れ親しんでる歌謡曲が好きなね、はい、人とかも、うん、この生田さんの声、スッと入ってくると思うんですよ。いや、そうですよね。うん、曲が速くてもね。うん、それやっぱりその温かいその生身のね、うん、そうですこの声というかね成分がしかもそのなんか今までそういう音楽をちょっとこうなんか食わず嫌いしてた人が生田さんきっかけでそういう音楽聴くようになったとしたら、はい、いいですよね間口が広がってそうちょっとボーカロイド聴いてみようかしらとかなっちゃうかもしれないから架け橋にもなってるっていうところですよね。ね、はい。素晴らしい。業界にめちゃくちゃ貢献してくれる。そうそうそう。素晴らしいですね。はい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 。まあこの感じだと、もう二つ目とかなりリンクしちゃうんで、なるほど。もう行っちゃってもいいかなと思うんですけど。あ、行きましょう行きましょう。二つ目は。はい。これがですね、究極のナチュラルボイスなんですよ。へー、なんか。とにかくナチュラルなんですよ。なんかそのね、ボーカロイド的なところから言うと、うんうん、それ逆なイメージありますけど。そうですよね。ナチュラルなんですね。はい、だからそのまあ生身の部分っていうところに繋がってくるというか、うん、はい。これね、淡々としてらっしゃるじゃないですか。そうですね。これが発声においてね、うん、余計な力がないんですよ。これが一番むずいんですよ。そう。それのやつと思いますけど。これだから、うん、まあカラオケでみんな YOASOBI の曲ね、歌いたいと思うし、まあみんな歌うと思うんですよね。まあそうですね。の、まあ、特に女子とかね、うん、そうですよね。女の子、ボーカリスト、うん、そうですね、歌いたいじゃないですか。音楽的には結構歌いやすかったりもしますから。そう。うん、でもね、やっぱり、どっか力んじゃうと、うん、これはやっぱ本人の、この YOASOBI 感というかね、こう淡々としてらっしゃるのは、これはもう、まあ、歌唱力なんですね、結局ね。夜遊びできないんですよね。夜遊びになってないんですよ。はい。健康な。遊びに、やっぱなるためにはね。そうですね。淡々とね。より仕事になっちゃって。いや、そうそうですね、そうですね。仕事感出ちゃうんですよ。遊ばんと。ってね。遊ばんと。そうですよね。これむずいんですよ。これは、時のコントロールとか。だからこれはね、その、まぁ、あ、ちょっと、ボイトレをね、頑張ってる人も見てると思いますので、はい、これ、どうすればいいかっていうと、ぜひ。これね、裏声ベースなんですよ。基本的にこれまず裏声で全部歌うぐらいの、うん、それぐらい の、 この脱力さっていうのがベースになってますから。いいですね、いいですね、いいですね。なんでその、まあ、地声もねもちろん使ってますし、うん、まあ、かなり力みのないミックス、ね、うん、理想と言ってもいいような、うん、この発声してるんですけども、はいはいはい、それとのこの置き換えが自由自在になるわけです。ベースが裏声にあるから、当てないって感じですよね。バシバシ当てない、うん、バシバシ、まあその、ピッチはね当たってるんですけど、うん、ピッチは当たるんですけど、はい、声帯をこう当てない感じというか、そうそうそう、だから趣味に言ってるわけじゃないですか、ね、そうなんですよね。こうもうピタッとはするんですけど、ふわっともしてるというかね、なんかこうピタッととふわっとの間ぐらいなんですよ。ここが音程だとしたら、はい、こういっちゃうとダメなんですよ。ちょっと強いですよそれはね。軽くつけるぐらい、あ、まあまあそうですね、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 まあ、このぐらい優しさがあるんですよ。それがやっぱその裏声駆動なんですよね。うん、これ難しいですよ。しかも最初に言ったようにこれボーカロイドかのようなこのね正確さも必要なんですから。無事。これをカラオケでバーに全部こう揃えていくぐらいの、まあ、そういうことですよ。それやってることは。これめちゃくちゃすごいですよ。ライブとかもね、してますから。ライブとかもね。とんでもねえな。ね、だからまあこれは、ある意味ね、これまあすごいなと思うのは、うん、これおそらくまあ今までね、いろいろなその歌手にも影響を受けただろうし、まあそうですよね。まあ、もちろんね、ボイストレーニングをどっかで受けてこられたんだと思うんですけど、まあそうだと思います。まあ非常にね、こう、いいその環境でね、来られたんだと思うんですよね。なので、なるほど。なんていうかな、まあその、もう自分らしい声になってるというか、そのまま上手くなったみたいな。そう、そう。生まれたまま上手くなったみたいな。基礎力がまああるというかね。うん。だから非常に本当にいい例というか、例えば、もしボイストレーナーの人が見てるんだとすれば、うん、まあなんていうかな、こうボイストレーニングって、はい、ボイストレーナーの個性を歌詞に押し付けることじゃないじゃないですか。まあそうですね。これ絶対そうなっちゃいけない僕は思うんですよ、ね。いい部分だけを、そう、その与えるというか、与えるというかね、で本人のその個性を伸ばしていくという、間違いないです。はい、だからまあそういう形でね、非常になんかまあなんていうか楽しく歌ってるというか、うん、なんかこう本人もね、ありのままで、そう、だからもうなんかおそらくまあね、こう歌手が天職にねなってらっしゃるというか、まあなんかそういうようなこう歌っててもなんかすごい気持ちいいですよね、心地いいですよね、ずっと聴いていたいというか、そういう意味でもナチュラルですね、ナチュラル素で、もうありとあらゆる意味でね、はい、まあでももう本当にその声帯の使い方に関して言うと絶妙なこの力みのない、だからまあそういった歌い方、うん、まあそれこそ YOASOBI に寄せていくんであれば、うんうんうん、さっきおっしゃってもらったように裏声ベースで、うん、もうなんなら一旦練習としては、練習としてもう裏声だけで、まあ、正しい裏声だけで、いったるぐらいの、そう、うん、音量ままこう出さないようにして、ふわふわふわ、ちょん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 って歌うような練習してあげるといいかもしれないですね。そうですね。リズムと、その、ボーカル、うん、ピッチをですね、そうですね、正確に裏声に出せるようになって、うん、それに自分が出せる地声やね、はい、ミックスなんかを乗せていくと、結構いい感じの。あ、なるほど。で、それを、まあ、モノマネじゃなくてね、
自分の声で夜遊びをね、歌えるようになるんじゃないかな。そうです、そうです、そうです。ちょっとね、このアドバイス、もしよかったらね、うん、聞いて、カラオケに行ってほしいですよね。確かに。はい。いいと思います。はい、うん。はい、ということで、うん、もうまさに本当に今をときめきまくってる、生田リラさんの、はい、ボーカルの特徴ですね。はい、専門家と、はい、ボイストレーナーの、視点でお送りしてまいりましたけれども、はい、確かにそう思ってたみたいな人もいると思いますし、うん、そうだったんだって新しい発見になった人もたくさんいると思うので、うん、すごくこう、有意義な、はい、先生のおかげで動画になったと思いますので、はい、ぜひ今回の動画参考になりましたという方は、グッドボタン、あとはチャンネル登録まだお済みでない方はぜひよろしくお願いしますと、あとはリクエストとかですかね、そのそうですね、うん、アーティストさんの解説どうですかとかありましたらぜひお願いしますというところですね。今日出たポイントなんかもぜひ参考にしてカラオケとかで練習なさってみてください、はい、ということで、はい、今日も李先生とお送りしてまいりました。ありがとうございました。バイバイ。